さと爆死が大好きでな。島津義弘は初戦で秀吉を破った。だがそれは戦術的な勝利に過ぎなかった。結局は秀吉の物量作戦を支えきれず、島津は秀吉に膝を屈しその傘下に入る。島津の屈服により秀吉に抗する者は関東の北条、奥州の伊達のみとなる。秀吉は北条のこもる難攻不落の小田原城を全国の大名を率いて東西から攻撃。義弘も東側からの攻撃軍の中にあった。まずは生き残った。この戦で力見せ、次につなげるか。第2話、小田原城攻略戦。ま、博打だよ。これは北条を攻める戦ではない。わしの力を示し、天下に戦する気をなくさせる。そして皆が笑って暮らせるよう作る。そのための戦なんさ。伊達政宗、拝謁賜りたいと参っております。奥州王政宗も膝を屈しますか。殺されるかもしれない。だが応じた風はない。むしろ傲岸だ。かぶいてるね。地産の段、ごめんなれ。今少し遅くは。ここが飛んでおった。はっ、はあ、さあ太平の世への総仕上げだ。東側を攻める諸侯よ、期待しておるぞ。押して参る。しかし、なんという発言だ。逆らえぬ。島津が秀吉を屈したのは正解だ。本が赤の上を渦つか。さすがは健丈小田原。敵の砲撃を止めよう。このままではわしの可愛い兵がやられちまう。いざ尋常に勝負。押して参る。攻めるは不作だな。内側から砲撃が味方を招きよ。敵将を撃ったり。まさに戦場の花じゃない。腹が減っては戦はできんと言うでな。兵糧を抑え籠城を続けられんようにしてやれ。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。勝負やり。お見事にござる。
Thank you.
尋常に勝負して参る。太平の世は不要よ。消してやる。我は風、混沌を呼ぶ魔月風。Let's go.
風を切ったとて無益なこと。一門の誇り見せてやろう。名のある武士とお見受けいたせ。我が首見事取ってみよう。私の戦はやめられぬな。